父は死にました。でも心配しないでください。父は死にました。でも生きていた時よりも元気です。血を見ましたか？美しかったですか？醜かったですか？首は転がり落ちましたか？上を向いていましたか？下を向いていましたか？投げ捨てたふりをしていた何かに、少しずつ追い詰められていくような思いの中、あなたは一生懸命父の背中を押してくれました。もう一度その何かに立ち向かわせようと、一生懸命父の背中を押してくれました。父は侍でしたか？誇りますか？恥じますか？恨みますか？父は侍でしたか？父は死にました。でも心配しないでください。父は今母と一緒にいます。あなたにとって幸なのか不幸なのかはわかりませんが、親と子の絆は永遠です。もしかしたらこうして初めて親と子の絆は永遠となるのかもしれません。もし会いたくなったら愛する人と出会い、愛する人を愛してください。めぐりめぐりめぐりめぐって、あなたが父の子に生まれたように。めぐりめぐりめぐりめぐって、いつか父があなたの子に生まれるでしょう。めぐりめぐりめぐりめぐって、ただそれだけですが、それがすべてです。めぐりめぐりめぐりめぐって、ただそれだけですが、それがすべてです。